うれしいわ。今日のこの拍手でね、私自信がつきました。今年の暮れの紅白歌合戦出ます。ありがとう、皆さん応援してくれたらね、出られるようになるやつは国民の皆さん頼むよ。私ね、住んでるとこはね、大阪でもね、東大阪っていうとこで住んでるんです。私の家で近所でね、二人紅白歌合戦出てるんです。天童よしみと中村美津子。出てないのはうちだけなんですわ。顔は三人ともちょぼちょぼなんです。中でもまたうちが一番べっぴんですわ。背の高さもね、一緒ぐらいなんですよ。ほんで生き方もね、男がおるんやらおらんやら女がね、3人いてます。でも天童よしみよかったな、売れてな、それはそれなりに。まあここだけの話やけどね、天童よしみやっぱ売れたらね、お金もぎょうさん入ってくるやった。今までつけてる化粧品が違うんやって。ええの持ってますね。こんな入れ物入ったクリームがね、5万5000円する。それを朝塗り晩塗り、この頃昼もちょんちょんだち。コラーゲンやと、コラーゲンのね、一番絞り。ええの持ってますね、天童よしみ。なあ、年じゃなかったんだ、年の終わりにはあんたええ顔してますやって今日皆さん言うてくれますねんけど、何塗ってんのとこよう言われるんやけど、うちはね、ヘジマコロンなんです。その前がね、マダムジュジュやったんです。マダムジュジュとかヘジマコロンだけではもうシワが伸びんな。あの天童よしみのほら、八尾の方で大きな御殿立ちましたろ、天童御殿言うて。あれなんでかと言いますとね、今までの玄関の顔が入りませんでした。ほんでお金がでけたから家立ち直したいと、おお立派にあれ玄関に大きしたんです。お前天童よしみね、足で踏んだドアがパッと自動ドアやと。あの皆さん知らんと思いますけども、天童よしみ舞台が終わって家帰ってまつげ取って化粧落としたらね、鍋の蓋やと。まあ家が近所やからな、言わんといてやな。ここだけの話やな。お父さんほんまやで。おっさん聞いとんかんだ。こんだけハゲたらええわな。眩しいわ、ま、あっちの方行っといて。ほんで私あのね、なんやかん言いながら花火の後にね、漫才一人喋らせてもらって、もう一人ね、大阪からね、私たちで舞台上がってるね、三号みゆるちゃんよね、親子漫才がいてるんです。この二人はね、本当に娘は親孝行でね、お父さんお父さんいて、レイさんと同じ九州でね、生まれたお父さんが人なんです。でそのお父さんが今レイさんの代わりに応援に頑張ってきてくれたんで、あのこれから漫才聞いていただきますんで、一つよろしくお願いいたします。丹後みゆるちゃんです。